こんな人は CL2 班を買ってはいけない。はい、フルトネヘアです。先日に引き続きホンダ CL2 班のお話、おかげさまでね、昨日の動画がプチバズりしておりまして、でチャンネル登録者もね1日で20人ぐらい、いただきましてね、昨今1日に1人増えるか増えないか、そういうご時世でございますからね。なので CL2 班でチャンネル登録していただいた方のためにね、今日も動画を作っております。でも納車がね8月なんですよ。8月、長いですね。8月まで早く納車してもらってね、動画をどんどんアップしていきたいところなんですけどね、もうすでにね、もう納車したよっていう動画がね、いくつか上がってましたね。そういう方々がね、羨ましいですね。まあもともとこのチャンネルはね、楽器のチャンネルなんですけど、楽器もね、発売されてすぐに入手して、レビューするとね、ブンとね、もう再生回数上がるんですよ。その点に関してはね、同じなんですよね。で、CL2 班絡みで何を話そうかと考えたところ、CL2 班を買ってはいけない人、参戦ということでね、やっていこうかなと思います。まあこれはね、昨日僕が CL2 班を試乗して感じたことなんですよね。まず一つ目、身長ですね。一つ目は身長です。身長がね、170センチない方はやめた方がいいと思います。まあ170センチ、まあちょっと切るぐらいでもね、足が長い人であれば、まあギリ OK かなっていう感じですよ。オートバイっていうのはね、車高じゃないか、シート高っていうのかな、シートの高さ。それだけではね、足つき性、足がつくかどうかはね、判断できないんですよ。幅、シートの幅とかね、車体の幅、これもね、重要な要素なんですよね。僕は以前ね、ハーレー・ダビッドソンに乗ってたんだけど、ハーレーは本当にね、排気量大きいね、ビッグマシンなんだけど、めちゃめちゃ足つき性はいいんですよ。べったりつくんですよ。あんなにでかくても。なぜかっていうと、シート高が低い。さらに、車体がね、この股のところが細くね、くびれてるんですよ。だからべったりつくんですよね。それに対して、この CL2 班、たった 250cc のマシンなんだけど、足つき性はね、決してよろしくないです。それは、この CL2 班がオフロード車だからなんですね。昨日も話しましたけど、この CL2 班は、いわゆるスクランブラーと呼ばれるオートバイなんですね。モトクロスみたいな本格的なね、このオフロードじゃないんだけど、紛れもないオフロード車なんですよ。シート高を低くしてしまったらね、その時点でもうそのオートバイはオフロード車じゃなくなってしまう。であれば、このね、この胴体をギュッと絞ってくれればね、ちょっとはね、足つき性良くなるんだけど、なぜかね、この CL2 班はね、シートがね、角張っていて、しかもね、ちょっと幅広なんですよ、シートが。そこはね、ホンダさんちょっと考えてくれればよかったなと思うんですけどね、シート角張ってますよ。しかもね、硬いです。結構硬め。そして、これがね、最悪なのが、足を素直に下ろしたとき、足のかかとあたりにね、ステップが干渉するんですよ。足をこう下ろすでしょ。で、この、もこの、まあ、これがかかとだとしますね。足のかかとだと。ただ、ステップ、足を乗せるステップがね、もう完全にこの位置にあるんですよ。だから、さらに足を広げないと、足をこう、地面につけられない。もしくは、前に置くか、後ろに置くか、このステップをね、避けないといけないんですよ。これがね、非常にこのオートバイは、このバイクは厄介なところです。そう感じましたね。だから身長の低い人が無理して乗ると、この足先ツン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 ですね。ツンツンの状態で一歩間違えればね、もう転んじゃいます。僕はね、オフロード車って乗るのが初めてだったんですよ。今まではアメリカンタイプかロードスポーツタイプ。この2つしか乗ったことがないからね。アメリカンタイプの場合は、ステップがあって、その後ろに足が来る感じですよ。一方、ロードスポーツの場合は、ステップがあって、その前に足が来る感じになりますよね。でも、オフロード車、まあ、モトクロッサーとかも含めてそうなのかもわからんけど、足を下ろしたところにステップがあると。これ非常にね、厄介だと思いました。だから、この CL2 班、まあ、CL500 もそうなんですけど、おすすめできるのはね、少なくとも、まあ僕ね、173センチあるんだけど、身長。それでもね、ギリギリっぽいですよ、本当に。
そのうちローダウン仕様のサスペンションがね出るかもわかんないですけどね。でもね、車体をね、この車高を下げちゃったらね、どうかな、オフロード車っぽさがねなくなるんじゃないかなと思いますよ。はい、続きまして、 CL2 班をおすすめしない人2つ目、これはね、キャンプとかね行く人ですね。ものすごい荷物をね持って出かける人ですよ。まあそんなに荷物を積まない人であればいいんですけど、20キロも30キロも荷物を乗せる人ですね。なぜそういう人に向かないかというと、昨日もお話ししましたけど、このオートバイの一番のね売りは軽さなんですよね。乗った時の軽さ、取り回しの軽さですよ。すっげえ気持ちいいんですね、これがね。なぜその気持ちよさが味わえるかっていうと、車重とパワーのバランスが、まあ、絶妙なところだからですね。それが20キロも30キロの荷物乗せちゃうと、さすがにねパワー不足、走りはね悪くなると思います。気持ちよい走りができなくなる。あとは体重の重い人もそうかな。まあ80キロ以上ある方々、まあ、僕はね体重55キロしかないんですよ。かなりこう絞り込んでるんでね。そうするとね、僕が20キロ以上の荷物をね乗せてるのと、まあ同じことになっちゃいますからね。だから、まあこのすごいこの荷物を乗せる方とかね、この体重の重い方は2班じゃなくて500、2班じゃなくて500、CL500 ですか。こっちの方がね絶対、おすすめですよ。というかそっちを選択した方がいいと思います。はい、続きまして、 CL2 班をおすすめできない人3つ目、これはね、取ってつけたような、3つ目なんですけど、オフロードを走らない人、せっかくスクランブラー買ってねオフロードを走らないっていうのはね非常にもったいない。住んでる周りにオフロードがないとかね、遠出をしてオフロードを走ろうとかね、そういうつもりがない人にはおすすめしないというかね、せっかく買ってもねもったいないんじゃないかなというね大きなお世話ですね、これはね。車でもね、ジムニーとかねすっげー売れてますけど、ジムニー、新型ジムニーでも全然オフロード走らない人ばっかりですよね。だからそういう意味じゃね同じなんですけどね。はい、というわけでね、 CL2 班をおすすめできない人3つということでお話ししてきましたけど、この CL2 班でチャンネル登録してくださった方をね、喜ばせようと思ってネタを考えたんだけど、ひょっとしたらね不愉快に感じた方もいらっしゃるかもわからない。そこのところはねどうかねご容赦ください。はい、でまたねちょっとネタを考えて、納車がね、8月なんですよね。ちょっと待ちきれなくてね、ネタどうしようかなってね悩みますけど、また考えてみたいと思います。